稲富修司さんちょ,、はい、ちょっとそこが変わ,変わってからよろしいですかはい稲富さんどうぞ、はいえー、立国者の稲富修司でございます、えー、本日もあの質問の機会をいただきましてありがとうございます まず、新,新型コロナウイルス対策について、入国管理の観点から伺います。先ほど、浜地議員の,あのご質問ございました、同じ私、問題意識がございまして、留学生について、先ほど、さまざまな答弁ありましたので、ダブルところおございますが、少し補足する形、あるいは付け加える形で、いくつか確認をさせていただければと思います。 あの昨日から中国、韓国からの入国を、まあ、全面的に制限をするということで、当然、留学生もそこに含まれているわけでございます。あのこれも浜田先生同じように、福岡中心ということで、私も福岡で、まあ、多くの外国人が、まあ、福岡ではあ日本語教育機関で勉強しておられます。でえーまあ、教育機関もお、外国人が来なくなるということに対して、非常な危機感を。 感じていいるわけでございます先ほど法務省からありましたように、日本語教育機関における新型コロナウイルス感染症への対応についてという Q&A があるということで、その対応についてお示しがあります。ただ、現場からは、よりもう年度末、そして新年度を迎えるにあたって、より具体的なことを知りたいと。 いうことがあるわけですそこでまず大臣、先ほどご答弁いただきましたので、まず大臣に伺います、あの先ほどおっしゃったように、在留資格認定証明書の有効期間を3ヶ月から半年延ばすというご答弁がありました、これも私も質問しようと思っていたので、非常に前進だと思います。でちょっととさらにに言うとです、ね、このの証明書の中に ちょっと実務的でありますが、3ヶ月以内って実務的でありますが、書いてあるんですね。なので、ぜひご答弁いただきたいのは、実務上どうするかを置いておいて、より勘弁にすると、半年に延ばすんだけれども、何かさまざまな手続きは必要ないと、勘弁に半年に延びるんだということをぜひご答弁いただけないでしょうかあはい出入国在留管理庁、高島次長。 実務的な部分でございますのであの、当局の方からお答えさせていただきたいと思います、あの今あのえ、えっと、有効期限の期間の慎重の話、えっと、ご質問の中で、えっと、書類の簡弁化の話も一緒にございましたであの、この関係でございますけれども、あのまずあの先ほど大臣から答弁ございましたように、 この有効期限3ヶ月間というふうに記載されているものについては6ヶ月間というふうにして取り扱うということになりますのでこれ6ヶ月間在留資格認定証明書としてビザの申請等については使えるということになります。それからままたたヶ月過ぎててしまったような場合には改めて 在留資格認定証明書の申請をしなくてはいけないということになるわけですけれども、そのときに必要になる書類につきまして、これまでさまざまな資産だとか収入だとか、あるいはこれから行こうとする学校の書類だとか、そういうものをさまざまなものを提出しなくてはいけなかったものにつきまして、申請書と、それから受け入れ期間作成の理由書。 のみをもって迅速に行ううということにしておりますこれはもう、きょう以前にもやっていた措置でございますが、さらに、えー、この在留資格認定証明書の有効期限を6か月に新調したという、こういう関係にございます稲富修司君。あすみません、えーと、今の確認です、えー、と今の3か月でもう、証明書に書いてあるものは、もう6か月とみなすということですか、手続きはいらないという、そういういい理解でよろし出入、はい、国在留管理庁、高島市長。 え、御指摘の通りでございます。そのままで結構です。稲富修二君。はい、ありがとうございます。で、先ほど、あの、政府からも、あの、さまざま、あの、御答弁いただきましたけど、次、お伺いしたかったことなんですけれども。 おっしゃるように、これ、まあ、半年延びるというのは、7月期に向けてということでございますけれども、まあ、10月期、あるいは1月期入学の場合もあるし、当然ながら、相手国の中で感染が広がっているような場合は、必ずしも4月に入学する方が7月になるとは限らないわけでございます。それれが7月がが月月にななるるるかかあいいはまあ年が明けるかもしれないと いう状況次第では、やはり6ヶ月以上伸びる場合もあるかと思います。まあ、そこで今、おっしゃっていただいたように、えー、再申請をするけれども、それについて、あの6ヶ月以上の場合はです、ね、再申請が <coughs> 失礼しました必要だけれども、それについては、あの理由書で足りるということがご答弁だったかと思いますが。 それでは、再交付申請書、理由書を出した後に、証明書発行にかかる時間、そしてですね、各入管によってですね対応がやはり違うという実情はございますので、全国一律でやるのか、そして時間はどうなのか、その点もお伺いをいたします。 あの日本教育機関からの在留資格認定証明書交付申請につきましては、申請件数が非常に多くあの、特定の時期に重なるものですから、統一的かつ迅速な審査を行うために、あらかじめ日時を指定して、一括して申請を受け付けるということをやってまいりました、えー、と今回あの、新型コロナウイルス感染症の影響により、この在留資格認定証明書交付申請の準備が間に合わないといった相談が増えていることから。あ 申請にかかる提出資料の準備に時間を要する留学生につきましては、各地方出入国在留管理局の実情に応じて、一括申請の受付日を延長したり、あるいは追加の申請を一定期間認めたりして、柔軟に対応することとしております。まあ、あの各出入国在留管理局の体制があの、局によっていろいろ違うものですから、この期間をどのくらいにするのかということにつきましては、あ各局によってどうしても、 違ってくるところがございます、したがいまして、その詳細につきましては、各地方出入国在留管理局から、日本語教育機関に対して近日中に周知することとしているところでございます稲富修司君えと。すみません、ちょっと私が申し上げたのはです、ね再、再交付申請の部分の証明書についてちょっとお伺いしたんですけれども、多分次の質問お答え、お答えになっているのかなと思います。再交付申請の証明書 の発行の時間はどれぐらいかということをお伺いをしているのと、あとそれはもう全国統一でやってほしいということでございます高島市長あの。最高峰につきましても、それからあのお一律にあの4月期、7月期でやっているものも同じでございまして、やはりこれはあの各地方の、各地方の、 出力在留管理局によって、体制や受付数が違うものですから、これにつきましては、全国一律に何日でやりますというわけにはなかなか言うのが難しいところがございます、従いましてのお答えは全く同じなんですけれども、これは各局から日本語教育機関に対して、近日中に周知したいというふうに考えておりますはいあのすみません、もう一回申し上げます。えっとですね、そのこの申請書自体は 再交付申請はです、ね、勘弁にするということが前提ですので、実際の最初のです、ね、申請と、この再交付の申請の書類の時間は当然違うという認識でいいですよね、だからそれをすぐやるんだということをぜひご答弁いただきたいはい高島次長 あの各局ごとということではなくて、各個人において前になした申請と今回の申請ということで比較しますと、実質的な判断は、実質的に判断しなくてはいけないところは、改めて申請する場合におきましても、まだこの日本語教育機関は受け入れる措置が受け入れることとしてますよということだけが確認できればいいので、時間的にはぐっと短くなると、こういうふうに考えております、はい、稲富さん。 ありがとうございます続きまして、その先ほどちょっともうご答弁があったんですけれども、えっと、7月期の生徒の在留資格認定書交付申請についてお伺いします。これ、今、ちょうどまさに教育機関も留学希望者も今、取り組んでいらっしゃいまして、実は明日福岡は明日が締め切り日ということで、3月中旬から4月にかけて締め切りがあると。 いうことですでご存じのとおり、今の状況で,です、ね、まあ、総理が瀬戸際ということまでおっしゃっている中で、まあ、これ、準備が遅れるというのは、致し方のない事情かなというふうに思います。それはもう、留学する国も、えー、我が国もこういう状況ですので、えー、その申請期限が明日あるいはということは、非常にその提出期限が遅れても、これはやはり認めるべきではないかということで、まあ、先ほど、伸ばすということも少し。 おっしゃいましたし、まあ、浜地議員の際にも柔軟に対応するというご答弁がありました。でそこで、この q a の中で問いなでですね、あの書いてあるのは、あの受付期間を延長するなど、一定の配慮を行う場合がありますと書いてある。 でこういう表現はです、ね、非常にあの実際の教育機関からすると分かりにくいし、どれぐらいどうなのかということが分からない、で結局、地方の,その局に聞いてくれということでございますので、ぜひ、えー、もう明日期限のところもありますので、いつまでこれを延長して受け付けるのかという期限を、より明確にご答弁できないでしょうか。はい、高島次長 あのご指摘の Q&A の問いならにはあご指、えー、今、委員からあご紹介ありましたように、一定の配慮を行う場合があり,ありますとおで、各局にお問い合わせくださいという、こういう記載になっておりますが、あのーえー、と現在のところ、おこのお4月まで、えー、3月いっぱいは、あ あの延長するという考えでございます。はい、うん、はい。えっと、ごめんなさい。四月いっぱいですか。うん、え、再答弁ですか。はい、高島次長、えー。失礼いたしました。えっ、ー、と、四月、えー、まだ、あの明確な日を切ることはできていないんですけれども。四月上旬までは受け付けるということで、えー、今、調整しているところでございます。 はい、稲富さんえありがとうございますえ続きましてですね、えこれ、えー、留学生はあの特に中国、韓国から非常に多くいらっしゃっているわけでございまして、この年度末、3月、4月、えーまあ、4月期に向けての入国が非常に多いわけでございます、で今年はちょっとどれぐらいになるかわからないので、ちなみに昨年、えー、留学生、えー、韓国、中国から、そして全体何人かということご答弁お願いします。はい田 次長お答えいたしますあの今年はあのこれからですので、数字がございませんが、参考までに去年の数字ですと、昨年3月および4月に、本邦へ、えー、入国した留学生の総数はあ、約14万2千人でありました、えー、そのうちあの中国本土および韓国国籍のものは、それぞれ。 中国本土が6万約6万7千人、それから韓国国籍の方が約1万5千人となっておりますはい稲富さんありがとうございます、約です、ね、中国が半分、50%、そして中国、韓国合わせると、まあ、5割から6割ぐらいを留学生の中で占めているという中でありまして、これ、先ほど申し上げましたように、日本語の教育機関については、まあ、教育上の大きな。 経営上ですね、経営上に大きな懸念を抱いている、心配をしているわけでございます、そこで、このまま感染症のこの影響が長引けば、学校経営自体どうなるのかという、そういう心配をしているということで、経営支援について、どのような対策があるのか、お伺いをいたしますどなたが答えられますんあじゃあ、中小企業庁、那須の事業環境部長。 お答え申し上げます新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、えー、現在、幅広い事業者からあの資金繰りに関するあのご相談を受けております、97%が資金繰りに関するものでございます。ちょっと日本語学校についてはまだ聞いておりませんけど、まあ、全体情勢としてはそうでございます。このため、2月13日に取りまとめた第1弾の緊急対策におきましては、5000億円規模の融資保証額を用意して、 事業者の資金繰りりを徹底的に支援しておりますこのうち委員ご指摘になりました日本語学校につきましては、株式会社ということであれば、日本政策金融公庫の金利が一律になっております、セーフティーネット貸付、それから都道府県の信用保証協会がやっております、セーフティーネット保証4号を利用するということが可能でございます。 また本日、第2弾の緊急対策を取りまとめる予定としておりまして、その中で日本政策金融公庫などにおける特別貸付の制度、それから売上が急減した個人事業主を含む中小・小規模事業者向けに実質無利子、無担保の融資を行うと。 それから第1弾の緊急対応策で講じた5000億円も含めて、こういった対策を遡って適用するということにしておりまして、こういった強力な仕組み支援を含む対策を盛り込んでいきたいというふうに考えております、はい稲富さんあの。セーフティネットの午後には当たらないということですよね、<ん>それに対してはこれから考えられますか、ぜひ考えていただけないでしょうか、はい稲すの事業環境部長。 現時点ではです、ね、政府基金で言うと、豪雨の指定業種にはあの日本語学校は入っておりません、ただ、今後、あのこういった業界、業種において売り上げが一定程度急減したというような事実は確認できましたら、指定したいと思っておりますはい稲富さん、はい。ありがとうございます。厚生労働省ですよね、はいいお願いします、はい、厚生労働省岸本大臣官房審議官。 お答えいたします日本語教育機関への経営支援のうち雇用の関係についてご答弁申し上げます雇用調整助成金という制度がございましてこれはご活用いただくことが可能でございます 雇用調整,調整金はあの需要の減少など経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた場合に日本語教育館を含む民間の事業主の方が雇用権被保険者である労働者に対して一時的に休業等を行って労働者の雇用の維持を図った場合に休業手当等の一部を助成するものでございますがこれについて今般の新型コロナウイルス感染症に関しまして第一弾としては2月14日に支給要件の緩和を行っております。さらに2月28日に月日は特例 措置の対象の範囲の拡大を行いまして、えー、さらにこれに加えまして、えー、現在、えー、雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者を助成金の支給対象とするですとか、えー、過去に受給していた事業主に対して、受給宣言あの、クーリング期間と申していますけれども、これをあの原則としては設けているわけですが、これを撤廃するとをいったあのさらなる要件緩和を検討しているところでございまして、あのぜひご活用いただければと思っております。はい、井上さん はい、ありがとうございますあのぜひ、えー、これからさまざまな対応が必要になると思います。よろしくお願いいたします。えー、続きましてあの、ちょっと話題を変えまして、えー、特別養子縁組について伺ってまいります。えー、昨年改正した特別養子縁組に関する民法が、この4月1日に施行されます。えー、今あの、えー、栗原美也さんのです、ね、裁判がですね、 行われているという報道を接します。まあその報道に接するたびに、ま小学校四年生のあの女の子の声がなぜえまああの届かなかったのか、それをまあ受け取ることができなかったのかというまあ我々そういう思いを多くのものがするわけでございます。他方でえ子どもの声をどこまでまあ反映をさせていくのかっていうのはあの。 非常に難しい部分もありますあの私の地元でもです、ね、やはりそういう子どもさんの声はあります、それを、その子どもの声をどう反映させていくのかということでございますが、今回、4月1日から始まる改正法においては、子どもの15歳以上については同意が必要であるということが、 まああまれておりますそしてあの、子どもに家庭的な養育環境を提供するために、えー、特別養子縁組の制度の促進が目的とされておりまして、えー、第1段階、そして第2段階というふうになっております。そこで第1段階での審理の対象となる817条の6の実不法の同意について、えー、お伺いをしたいと思います。こののの規定の講談には養子となる者の利益を著しく 害する自由がある場合はこの限りではないとあります、えー、これはどのような場合を想定しているのかお伺いをしますはい民事局長小池さんお答えいたしますあの御指摘の民法第8十七条の6正し書きにいう実施、えー、の同意を不要とするための要件その他要旨となるものの利益を一時しく 害する自由がある場合でございますが、これは一般的にはその条文の直前に掲げられております虐待やあ悪意の域に匹敵するような事情がある場合、ますなわち父母の存在自体が子どもの利益を著しく害する場合であると解されておりますが、あの具体的な事案においてこのこの正しい書きに該当するか否かはあの裁判所の判断に委ねられておりますので、あの一概に申し上げることはできませんが、まあ、その上で申し上げますと、え公開されている審判例の中には例えばですね、あの。 養親の候補者が養子となるものを5年以上も安定的に養育している一方で、えー、問題とされたあ父、実親である父につきまして、この養子となるものだけでなく、他の実施らについても児童養護施設等への入所や、里親委託等が繰り返され、えー、その父の現のに反して、えー、養子となるものを引き取ろうともせず、家庭裁判所の調査や審判期日にも出頭しない。 などの事情がある場合には、父の不同意は同意権の乱用に当たるとした判断があるものと承知しております、はい、稲富さん。ありがとうございます。えー、この、今回の改正法でのその15歳以上の場合の子どもの同意についてなんですけれども、えー、家事審判手続き法65条では、えー、この意思を把握するように努め、えー、そしてその意思を尊重しなければならないとあります。えーこのお 先ほど、まあ、さあのご説明いただきましたけれども、例えばですね、えー、養子候補者が実親と住むよりも長く、養育校舎との生活が長いと、そして養育校舎との親子関係をそのお養子が望んでいるという場合がございます、そういう場合で、実親の同意はどこまで必要とされるのか、先ほどの、まあ、同意不要の自由を、まあ、どこまで認めるのか、先ほど同じ質問かもしれませんが、ぜひお答えをお願いします。 はい、小出局長、お答えいたします。あの特別養子縁組が成立いたしますと、養子となったこと実親との間の親子関係が終了して、養親がその子の唯一の親となるなど、この特別養子縁組の成立は養子及び実親の法律上の地位に重大な影響を及ぼすものでございます。あの実親の同様この特別養子縁組に要件としておりますのはその影響の重大性に鑑みまして。 この利益に第一次的責任を有する地震の同意を要件とすることで、この利益を図るとともに、地震の親としての地位を保護するためでございます。したがいまして、一般論といたしましては、ご指摘の事例、養子候補者が養子院候補者との親子関係を望んでいるというような事例においても、この利益および地震の地位の保護の観点から、原則として地震の同意が必要となるものと考えられます。しかしかながら え先ほども申し上げましたとおり、817条の6、正しがけの要件を満たせば、実施の同意がなくても、特別養子縁を埋めすりさせることができるとされているところでございまして、これはあの一概には申し上げられませんけれども、子どもが実施との親子関係の終了を強く望んでいるような事情があるとすれば、この要件の該当性を判断する上で考慮すべき、一つの事情にはなりうるものだと考えております。はい ありがとうございます。あの強く望めば、あの審判のその審議の上での考慮の対象になるというのは、あの1つ大きなあのご答弁いただいたなと思います。最後に大臣に伺います。あの、この制度活用促進が目的だといったとしてもですね。今の実親の同意が一体何なのかということが明らかにならなければ、あるいはその例外であるところがですね。明らかにならなければなかなか。その。 申し出そのものをですね、審判への申し出そのものを躊躇するということになると思います。そこで、同意不要の自由については、その例示、あるいはガイドライン等があれば、さらにそれの活用が進むというふうに思いますが、その点のご見解を伺います。はい大臣 昨年成立した特別養子制度の利用の促進をするための民法等の一部を改正する法律が、本年4月1日に施行される予定ですけれども、えー、最もご指摘のとおり、改正法の施行後も、実親の同意が不要となるかどうかの予測が立たないために、要親候補者が第1段階の申し立てを躊躇する恐れがないとは言えないものと考えられます。 えー、委員のご指摘もございましたので、どのような場合が民法第817条の6、正し書きに該当するかという点は、裁判所の判断に委ねられているものの、特別用紙制度がさらに利用しやすいものとなるように、法務省としてもどのような情報提供が可能か、必要な検討をしてまいりたいと思います。はい、稲富さん ありがとうございます。制度促進ということでありますので、ぜひお取り組みをお願いしたいと思います。以上で終わります。ありがとうございました。はい。午後午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。休憩時間に窓を開けて換気を良くしますので、書類飛ばないように皆様ご留意ください。